はい、こんにちは。今回は壮絶な試合で最後の試合を終えた日本王者を紹介いたします。伝統の日本フライ級は1991年3月に当時日本王者だった戸口選手の失踪によって混沌を招き、日本王座のベルトは田村智則選手、小林宏選手、そして進藤太選手へと渡りました。高校を中退し17歳の時にプロデビューした進藤選手は、若干20歳で日本王者になり、そのセンスあふれるボクシングで安定王者に君臨すると期待されておりましたが、2度目の防衛戦で天翔選手のサウスポーからの左ストレートをたびたびもらい、序盤から2度のダウンを奪われ大苦戦しました。サウスポーの天翔選手のパンチに目が慣れてきた進藤選手は徐々にペースを奪い返し、本来のアウトボクシングを封印して打ち合い、的確な連打でダウンを奪い返していき、迎えた第8ラウンド、天翔選手の右フックに鋭いカウンターを決めて決定的なダウンを奪いました。ダメージが深い天翔選手はそれでも逆転に望みをかけて力強いパンチを繰り出しますが、王者の右アッパーと右ストレートが強烈に突き刺さり、激闘が終焉しました。日本王者の進藤選手は天翔選手との防衛戦を激闘の末制し、3度目の防衛戦に岡田彰布選手を迎えました。王者進藤選手は軽快なフットワークからキレのある連打を放ちますが、挑戦者の岡田選手は強打を打ち返して初回から打ち合いに持ち込み、強烈な右フックと左フックをヒットさせダウンを奪いました。しかし目下5試合連続 KO 中の王者進藤選手は鋭い左ジャブとカウンターパンチでペースを奪い返し、形勢を逆転しました。王者のペースで進みかけた第4ラウンドに岡田選手がまたもや激しい打ち合いに巻き込んで連打で王者を追い詰めていき、攻防は2点3点と目まぐるしく変わっていき、お互い目から流血し凄惨な試合になっていきました。王者のペースに傾きかけた第8ラウンド、岡田選手は連打や強い右フックを炸裂させ王者の反撃をもらいながらも前進し、渾身の右を叩き込みダウンを奪い、起き上がった王者に凄まじい連打を浴びせ、日本タイトル戦での最も激しい試合に終止符を打ちました。進藤選手との激闘を制した岡田選手は2度目の防衛戦に戸口選手を迎えました。戸口選手はデビュー前から鬼塚選手と川島選手とともに平成ファンバガラスと呼ばれて、世界王者になることを期待されていた強打のボクサーで、デビューから連戦連勝、ほとんどの試合が KO 勝利でした。しかし有利との試合前に失踪し、2年半のブランクを作り、当時のスピード
切れ、パワーがなくなりましたが、それでも日本フライ級の中ではナンバーワンのパンチ力を誇っており、王者の岡田フェンシュを相手にパワーパンチを浴びせていきました。前半ポイントを失い劣勢に立たされた王者は、持ち前のスタミナを生かして終盤猛反撃を敢行し、戸口選手を追い詰めましたが、試合は判定にもつれました。勝者戸口、一人が96対97、岡田にベルトやるよ、はい、勝ち。それから手先がですね、98対95、3ポイント。元高校三冠王のアマチュアエリートの金内豪選手と、プロ叩き上げの杉田竜平選手が日本スーパーフェザー級王座をかけて相まみえました。アマチュアエリートの金内選手はここまで10勝1敗の戦績で、プロ叩き上げの杉田選手は新興の畑中ジムからのプロ第1号であり、全日本新人王を獲得し13戦全勝で勝ち上がってきました。アマエリートの金内選手は序盤サウスポーから強打を叩き込みペースを握りましたが、中盤から杉田選手は手数で対抗し、金内選手のパワーにひるまず前進し、一進一退の攻防となりました。パンチ力は金内選手の方がはるかに勝るのですが、杉田選手の手数は尋常ではなく、終わりのない連打に金内選手がスタミナを削られていくのですが、金内選手もアマチュアエリートの意地を見せ、強烈なパンチで反撃を試みるのです。迎えた第8ラウンド、杉田選手は意を決して開始から連打を放ち、金内選手がたまらずクリンチで逃げ、再開後右ストレートをまともに浴びせ、アマエリートの金内選手はそのまま10カウントを聞かされました。杉田選手はその後世界王座にも挑戦し、2006年2月に35戦目の戦いを迎えましたが、対戦相手は OPBF 東洋太平洋スーパーフェザー級王者、フィリピンの石の拳と呼ばれる強打のランディ・スイコでした。東洋王者のランディ・スイコは後にライト級とスーパーライト級の東洋太平洋王座のベルトを巻きましたが、この頃のランディ・スイコは23勝20 KO 2敗の戦績で、圧倒的強打を誇るハードパンチャーで、杉田選手にとってかなり危険な対戦相手でした。体格、パワー、パンチ力で劣る杉田選手はスイコ相手に突進し、真っ向から打ち合いに出ましたが、第2ラウンドに強烈な左フックをカウンターでもらい、ダウンを喫しました。杉田選手は起き上がり、東洋ではスイコのパンチに耐えられるボクサーはいないと言われるほどの強打に、杉田選手は諦めずに反撃をし、なんとあのスイコを
後ろにファガラフェ打ち勝ち、強烈なパンチを被弾してもなお前進し、東洋的な死の王者との打ち合いの渦に自ら入っていったのでした。打足ですが、私はスイコのスパーリングをフィリピンで何度か拝見しましたが、ほとんどの相手を吹っ飛ばし、また大きなグローブながら簡単にダウンを奪い、フィリピンの石の拳と呼ばれるほど重くて強烈なパンチに恐怖を抱いたものでした。そんな怪物並みの強打者を相手に杉田選手はソウルボックス、魂のボクシングを敢行し、王者スイコを追い詰めていきました。しかしスイコも王者の位置から渾身のパンチを振るい出し、強烈なカウンターが続けて炸裂したとき、タオルが宙に舞いました。